こんにちは、癖が強い不動産研究所です。このチャンネルでは、ボロボロ、狭小、変わった間取り、ガレージ付き、タワーマンションなど癖が強い不動産を紹介していきます。変わった不動産を希望の方、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。逆に、普通の不動産を希望の方は、ご遠慮いただいた方がいいかもしれません。今日の内見の場所は、家賃相場が安いと言われる、平井駅です。今回の物件は、平井駅から、徒歩7分の一戸建て賃貸です。平井駅からのアクセスは、東京駅へ22分、新宿駅へ26分、品川駅へ30分、渋谷駅へ37分と、主要駅へは、少し時間がかかりますが、それでも東京駅へは、22分で行くので、サラリーマンの方にとっては、家賃が安くて、便利な場所かなと思います。今回の物件は、築57年の昭和レトロな、おばあちゃんの家のような一戸建てです。またまた昭和レトロシリーズです。私は、結構好みです。あ、物件が見えてきました。あれです。おお、見た目は、それほどレトロ感があるわけでは、ないですが、十分に懐かしい感じがします。では、入ってみましょう。玄関、いい感じに古さが出ています。今日の物件は、いい感じに古く、周りも静かなので、BGM はなし、なるべくそのままの音を、楽しんでいただこうと思いますので、ご了承ください。ナレーションも少なめにします。引き戸の閉まる音が懐かしさに拍車をかけます。下駄箱は、ありませんが、広さは十分あるので、自分で置けば、なんとかなりそうです。姿見鏡があるので、お出かけ前のチェックもバッチリです。次はキッチンです。それほど古いキッチンではないようですが、十分昔ながらの雰囲気を出しています。冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機などの家電は、残置物とのことなので、使用は可能です。ただ、設備ではないので、壊れた場合は、自分で修理するか、処分してもらうようになります。約 4.5 畳の和室です。南東向きなので、日当たりがめちゃくちゃいいです。眺めも下町の住宅地という雰囲気が出ていますね。
次は、水回りです。トイレのこのドア、渋すぎますね。このとってもめちゃくちゃ懐かしいです。おお、トイレの床のタイル、いい感じです。いかにも昔のトイレの床です。今は、洋式になっていますが、和式から変えたのでしょう。脱衣所とシャワールームです。この古い一戸建てでシャワールームは予想外でした。できれば古いお風呂が見たかったです。2階へ行ってみます。今日も大腿四頭筋が鍛えられます。3.5 畳と3畳の部屋のようですが、もうほとんど、一部屋になっていますね。一部は窓が開いてないところがありますが、立て付けが悪く開かないので、諦めました。一軒分の押し入れです。押し入れは、奥行きがあるので収納力があります。こちらは、半軒分の押し入れです。この窓ガラスは、当時のままで、めちゃくちゃ渋いです。懐かしく思う方も多いのではないでしょうか。ベランダは、あまり広くないですが、日当たりもいいし、洗濯物を干すには十分です。物件概要は概要欄に記載しておきますのでご確認ください。それでは今日の物件の苦節淀を発表します。今日の苦節淀は3です。築年
年数は古いですが、ところどころ綺麗になっていて、懐かしさを軽減したので、3、としました。今回の物件、平井駅徒歩7分、懐かしい建具があり、結構良かったのでは？こんな癖が強い不動産を紹介していきますので、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。